皆さんこんにちは。アイデエンジニアリングの末友です。岡本です。社長です。今日はですね、前回お二人でしていただいた座談会、これちょっと見ている方に内容が伝わりにくいかなとということでですね、今日はもうちょっとこう内容を掘り下げて説明を加えながらもう一度ちょっとこう見ていきたいなと思っております。はい、はい、それではよろしくお願いします。お願いします。社長の立ち上げの話で、一番最初は三宅さんと岡本さんの2人で立ち上げをしたっていう話があったんですけど、社長から誘われて入った。社長の奥さんになるのかな、子供がいるんで熱をすごく出したりで休まなきゃいけない。でも休んだ時、まあ、いろいろ思うことがあって、最初事務所ができる前プレハブで事務机があって、その後ろへベビーベッド置いて、うちの子供と他の子供をベビーベッドに並べて、もう檻ですよ、檻です。餌食べながら、うん、毎日、ね、仕事して、今ねこう恵まれてますけど、当時はね暑くて寒くて、歩けば床がきしむし、なんか寝始めた時ここに机のちょっとここに余白があったんですけど、うん、ここにブランケット敷いてひなここで寝てました。あ、覚えてますか？だったね、ベビーベッドの代わりに、ね、ベビーベッドじゃ寝てくれんから抱っこしてそのままもうここに寝かしつけてここで仕事するみたいな。大変だったよね。ですね。プレハブの裏、草がボーボーで生えてて、夕方さとちゃんと二人で草を抜きながら、さとちゃん虚しいなっていつか笑える日が来たらええなって言って、二人で草ずっと抜いてたんですよ。知らなかった。なあ惨めだなっつって、事務所はプレハブになって隙間風が入るし、夏はクーラー暖し、トイレは凍って爆発するし、蛇口ひねりはドッカン出てくるし、そうちょっとした振動で食器棚が地震のように、お客さん呼ぶのも恥ずかしかったね。だってテーブル1個で来客もう4人までですもんね。銀行さんともね、もうあからさまにかすじゃかさんじゃって前で話すしかなかったけどね。でもやっぱね、子供がおってくれたことによってすごい私はですよ、こう緊張が解けたっていうか。確かにそうですね、癒しの存在ではありましたよね。そうやっぱその辺はねすごい助けられたなと思います、ね、前もう僕に近い前いただけなかった、でうちは立て替えながら払っていきよったけど、でいつか入金くるみたいな、来ないで、結果が7000万、蓋開けてみたら7000万。これの前にもう一個あれがあったんで、九州の青森が、ああ、それその7000万はその後だったんで1000何百万。です。下請けもね、もう本当むちゃくちゃで、お酒の缶とかが普通に現場に転がってるんですよね。そうだったんですか。そうで、車ダンプとかの車の中にもお酒の缶が常に飲みながら仕事してたんで、そうで指摘するじゃないですか、もちろん。そしたら、いやこれはノンアルですよ、ね、いや違うだろうっつって、あれなんで1000万払ったんでしたっけ。うち払ったんですけど、うちが立て替えというか相殺して払うみたいな、相殺しきれんぐらい請求が来てて、これどうするのっていうの でうちが代わりに払っとくけん、あとでじゃあ引くねって言って言いながら最後まで行ったら引くお金もなくて逆に返してもらえなきゃいけんっていう状態になったんですよね。そうですで、さんが途中でうちには引かずそのまま払ってみたいな感じ で抜けたんになる。そうですで1000万、つもり10万使って1000万、はい、ですで、このその後にこれが来ましたですね。そう、いやなんかね、途中からいいカバン持ったりね、車がそう、なんかいい車に変わったりね、なってたんですよ。で、うちの上は潰れちゃって、裁判とかそんなのどうなってる。あれは、あの内容証明をだけが、はい、送ってないところに請求してももうもらえんからっていうので、で、関係会社ね、悪の根源が紹介した会社へもうどうしても助けてあげてほしいと信用してたじゃないですか。で、分かりました、じゃあお貸ししますって結局600万最終500ですね、が返ってこず、でこの時期に本当9000万とか1億ですよね、本当になくなっちゃったな。そうですね、初年度で1億3000ってやっぱいいと思われたんでしょうね。で、銀行さんがね、飛び込みも来て借りてくれっつって、私まだその頃もね、本当未熟なだったんで、じゃあ借りましょうかっつって、ね、1億近くトータルでは借りてます。トータルですよね。で、それがいつもさっぱり全部なくなっちゃってものすごいスピードで、そう、すごいスピードでなくなっちゃって、もう全て私の責任でしたね、本当に。なんとか融資をって銀行に社長が頼んでくれて、前日まで分かりました払いますみたいな感じで言われてたのに、やっぱ融資できません、すいませんみたいな、もう絶望よなっていう。これ金庫さん、当時の支店長さんと担当者さんね、会社へ来て、はい、この1000万があれば大きい仕事決まってたんで、次になんとかこの月だけをクリアできたらっていう1000万だったんですよ。次の日が支払い日だったよね。です。結論が出て分かりましたと、1000万融資しますって言って、次の日の朝一にはっていう話 で、ね、その日帰られて、そうで夕方にね、担当者さんだけ持ってこられて、
で、あれ出せこれ出せってまた言うのね、はい、おかしいなと思ってたら、また夜になってね、暗くなって支店長さんと一緒に来られて、すいません、やっぱ融資できません、うん、いや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 、明日っすよって、支払い明日でって、いやもう無理です、ごめんなさいですね、まあ、あれね、急にはしご外されてね、あれは本当に、ね、絶望以外の何でもないですよね。理由とかは何も教えてください。もう総合的なことだって言って、もうこういうしかないんで、銀行さんってもう何が気に入らんかったかもわからないですもんね。はい、で なんとかするで、そうそう、ちょっとまあなんとかするわって言って会社出て、もうだって明日なんですよ、まあ、待ってくれって言えばね、別にそれはそれで通るんでしょうけど、でもそういうわけにはいかないじゃないですか、私の信念上、うん、なんでちょっとまあなんとかするわって言って、もう内心もは気合わせと、もう心臓バクバクしてますよね。でもそういうのって出せれないんで、まあまあ、いやまあなんとかするわっつってね、でしたね、会社出て行って、あの大御所すぐ行って、私そこで土下座して申し訳ありませんっつって、して1000もお貸しできないですかっつって、わあの時本当ありがたかったですね、分かったって、もう何も聞かずにね、大きい1000万ね、あれは重たかったよ、あの1000万は本当にもうね、ありがとうって、本当にあれはありがたかったね。通帳とかの1000万を見たことがあっても、現金を見たことがなく、多分あの時にそれこそ持って帰ったお金ついて、こう持って帰ってきてくださった時の、うん、すげえ、これを私が銀行に持っていかなければいけないという、もう昔なんかね、1000万振り込むって言ったらね、手が震えてます、震えてたって、今なんて1億2億平気でパッてやるから慣れて怖いですよね、本当怖いですね。でもあの1000万の重みは本当忘れれないですよね。そうですね、あれはもう見た目以上に重たかった、本当に。今でも現金を持ち帰るのはやっぱ怖いですね、いつも言うよね。現金を持ち帰ることってどういう時ですか？うち、あの賞与は何なんですかね、現金支給なんですよ。あ、それでも重みをこう分かってほしいっていう、それはいいかもしれないです。賞与の時はもう現金を引き出して数えてなんですけど、ありがたいことにこうたくさんいただける、実感しますしね。そうですね、それはご家庭に持って帰った時にね、父ちゃん頑張ったよとか、お母さん頑張ったよみたいなのが、やっぱね、こう通帳の数字並べてる羅列だけ見てもやっぱ実感って湧かないじゃないですか、やっぱあのお札の厚み重み、ね、あの感触ってな、あれをちょっと理解してほしいなと思って、自分が頑張って働いた対価じゃないですか、授業増えたらどこまでどうできるかなんですけど、あとまあその距離があったりするんで、はい、まあできるうちはしていけたらな、はい、じゃあ末友さん、それを現金でいつも受け取ってるんですか？はい、いただいております。どういうふうに誰から渡されるんですか？社長から直接一人一人、はい、そういうところでもね、あの面談の機会を設けてくださって、うん、そうそう、その時に、はい、一人一人マンツーマンで喋って、何かありますかって、入金ないけど支払いはせんといけん、どうやって回していったらいいんじゃろうみたいな、どうやらずっとモヤモヤしとって眠れんくって、っていうのがその時当時ちょっと続いた時期があった。へえ。自分がこんななったぐらいじゃけん、もう多分社長なんか寝れんどころの話じゃ多分なかったし、本当にきつかったと思います。眠れてました？はい、寝てました。普通に寝てましたね。寝れてましたけど気が気じゃないですよね。日中もって、ね、現場は通常通り回さないといけんですし、ね、お金はお金で心配だし、支払いのことだってだけ、何をするにしてもちょっと、お金が大丈夫かなっていうことをいっぺん考えてやってたから。うーん、なるほど。あの当時はね、すっごい喋るんですよ。めっちゃくちゃ喋るんですよ。気を使ってるんですか？いや、あのね、多分あの本の説明、あの通常営業がすごく喋るんですよ。スレートの時タイプでずっと喋ってるんですけど仕事してないじゃん。なんでしょう、ガールズトークですか、ずっとやってるんですよね。それが良かったんです、逆に。あの気が紛れて、まあ、あのここがね重たくなったら、こっちも重たくなるので、だからといって考えてないことないんですけど、なんかね、うるさいぐらい喋ってたんですいませんやっぱそうやって払ってくれない、上が払ってくれんけんうちも払わんわっていうスタンスの会社が周りに結構たくさんいる中で、うちの社長はそういうことは一切言わず、下請けさんを泣かせちゃいけんって常日頃言われてて、そのあたりはどういった考えというか。いや、考えって別にないですね。もう当たり前すぎて何もないですよね。もうそれが当たり前だと思ってるんで、そのレベルによるんだと思うんですよね。その当時我々立ち上げたばっかりの会社で、もう右も左もね、みんなわからない中、会社のうちの会社のレベルで言えばそういう周りの人たちが多かったんでしょうね。で今はね、そういうのないですね、一切。そうですね、今レベルに応じたところかなと、まあ、今になってわかるんですけど、その当時はね、もう右も左も本当わからず一生懸命やってたんで、もうがむしゃらにもう目の前のことをね、一個一個やってたんで、もうそんなことを考えてもないですけど、まあ、人の道理として、ね、やってもらったものは払うのがまあ当たり前ですし、自分だけもらって自分だけいいねしてやろうっていう会社さんたちじゃないですか。まあ、会社と付き合ってたってね、いいことないですよね。そうですね、いくらどんないい仕事を持っていようが、どうぞやってください、勝手にっていう感じですよね。絶対偉いことになるのになって思いながら、まあそうやって言うんだったら分かりましたって言って、でも今すぐ来いやって言って、ドイツから社長
向こうともほんと言い合いでしたら警察もお巡りさんも何回つって出動またかみたいな。私もね負けてないのでおらこらないって